皆さんこんにちは、さやかさこころです。今回は2019年のリンゴルウェアについてお話ししたいと思います。はい、お待たせしました。もう6月になってしまいましたが、ようやく完成いたしましたのでご報告します。メンズからね、ちょっと紹介していきますね。ピヨン。まずこちら、リンゴルがいっぱい書いてある、英語でリンゴルがいっぱい書いてある商品になります。で、なんと裏が細かくなっているので、表と裏で結構違う雰囲気が楽しめるようになっています。で、こちらは2色展開になっておりましてですね、このネイビーとホワイトの2色になっています。はい。で、生地の伸縮性もアップしてすごく着心地が良くなりました。次はこちらですね。じゃじゃん。リンゴがいっぱい載ってます。はい、リンゴと英語のミックス、ロゴミックスですね。この英語がなんとナイスショットとかレッツゴルフとかリンゴルとかいろんな英語が混じってますので、その辺も楽しんでもらえると嬉しいです。こちら柄がね、表裏一緒になってますね。はい、こちらも2色展開でネイビーとホワイト、この色展開になってます。ラスト、これは結構力作、私が一番好きな感じです。チェックのリンゴルと裏がなんとボーダーになっています。これも表と裏で雰囲気が違う感じ楽しめるのですごくおすすめです。で、袖にはなんと刺繍が、ね、施されています。これもワンポイントになってすごくいい感じです。で、今回メンズの商品ですが、 ML そして LL まで3サイズ出ます。で、昨年結構、まあ、サイズがないとかもうちょっと L が大きかったらなっていう声もたくさんあったので、一つ大きいサイズを作りました。で、結構いろんな方に LL 来てもらったんですけど、かなり来ていただけました。かなりこう大きな方でもね、来ていただけましたので、ぜひ皆さんも試着してご購入していただけると嬉しいです。試着できない方は表記のねサイズ表とか見て、入りそうだったらぜひご購入ください。で、ここでレディースも紹介していきますね。リリースはちょっと今年は少ないですが、はい、去年の半もうね、去年よりだいぶ少なくなっちゃいましたが作りました。で、今年はもうメンズもレディースも同じような商品になっています。一つ目は先ほど紹介したこれ、英語リンゴルって書いてあるやつですね。表も裏も裏が小さくなってます。で、袖にはワッペンがついてます。で、これネイビーだけになります。レディースはネイビーのみです。で、こちらがさっき言ったね、ナイスショットとかレッツゴルフとかいろいろ書いてある商品になります。こちらホワイトのみになります。まあ、レディースはこうね、1点ずつしか今回は使っていません。使っていません、違う、作っていません。はい。で、最後こちらがチェックとボーダーのミックスの裏と表が違う雰囲気に仕上がってます。で、ワッペンもね。で、レディースの商品も昨年より S サイズなども少しこう丈が長くなったり肩回りが楽になったりしています。全体的にサイズが大きくなって、生地の伸縮性もアップしてサイズ展開を増やしました。で、レディースは SML の3ですね、3つになってます。なので、たくさんの方に来てもらえるように今年はしましたので、ぜひこちらの商品を今、ゴルフ本を私が発売したんですけど、そちらでも言いましたが、ベースというサイトでこちらの2019年リンゴルウェアは売りますので、ぜひそちらの EC サイトチェックしてください。リンクね、 URL とかリンクとか概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからご購入ください。で、そのベースのサイトでは私が発売した、何ヶ月かかったんだろう、この本10、11、12、1、2、3、4、5、6、約9ヶ月かけて作ったゴルフ本もサイン付きで販売しております。一個一個ね、ここにサインを書いて送っていますので、ぜひそちらも欲しい方は一緒にねご
購入ください。あの一緒に買われると送料本はタダになりますので、そっちでも魅力です。でもう1点こちらも売ってます、バッグ。これね、結構作った中ではかなり力作になりました。生地もすごくしっかりしてて、ポケットがなんと7つもあります。1、2、3、4、中に5、6、7、3つも入ってます。かなり容量もたくさん入りますし、あの用途結構こだわりましたので、あのいろんなものを入れていただいて、分散じゃなくて仕分け分別じゃない仕分けもできるようになってますね、たくさん。でこちらしっかり立ちますので、ね、ピニャンとかペタンとかなんないんで、こちらもすごくいいです。で今回男性にも使っていただけるように、リンゴのね柄をねあえてねこのギザギザにしました、ね、結構男性の方もたくさんご購入いただいてますので、はい、ぜひ男女問わず使っていただけると嬉しいです。でこちらはワンポイントでオリジナルのリンゴのモチーフがチャームになってますので、だってこの間ねここにケチャップみたいなのつけたんですよ私が。でやばいと思ってシャーってすぐやったら結構つるんで取れたんで、結構生地もいいな自分なりには感じてます。まあ、白でちょっとね汚れやすいかなとか思ったんですけど、全然そんなことない。はい、で裏黒なんで割と汚れ目立たないです。以上ですかね。はい、ぜひあの気になった方は EC サイトをチェックしてみてください。もちろんリンゴルフオープンイベント会場にもお持ちします。でその会場に関しては私が行ける会場になってしまいますので、私が行けない会場に関してはもう EC のみでしか手に入らないかなと思います。実はかなりあの数量限定で作りましたので、なくなり次第終了となりますので、皆さんぜひポチポチっと EC サイトに行っていただけると嬉しいです。以上になります。チェックしてね。バイバーイ。